12月22日土曜日、ミヤマイクのロビーコンサートが第300回を迎え、ミヤマイ市民館で開催されました。月1回開催、300回は約25年かかります。このコンサート、平成5年10月から始まりまして、関係者の皆様方のご協力、そして何よりも区民の皆様方の深いご理解と熱い支持をいただきまして、今まで続きまして、今日の300回目の公演をこのように盛大に開けますことを大変私も嬉しく思っております。クラシックはクリスマス音楽からスタート、そしてディズニー映画から楽しい曲、ジャズは昔の映画から誰が聴いても思い出がある懐かしい曲、大勢集まった市民は会場で懐かしい曲を聴いて堪能していました。今日のコンサートいかがでした？とっても良かったです。普段のロビーコンサートと違って300回記念ということで、ジャンルもクラシックとジャズということで、すごく良かったと思います。感動したよね。感動しました。300回の、中でですね、クラシックとそれからジャズの混合でのね、音楽が素晴らしかった、本当に感激しました。このコンサートは今まで何回かおいでになったことはありますか？コンサートはもう上のロビーで無料でやってる時に何遍も来てまして、じゃあ今日は楽しめました？もう最高に楽しめました。最高ですか？最高です。ロビーコンサートが300回も続けられる要因というのは何があったんでしょうか？ここまで長く続けてこられたのは何よりも区民の皆様の、この事業に対する深いご理解と、熱い支持によるものだと思っております。今度はコンサートの出演者になりたいという要望をですね、いくつかいただいておりまして、今後どういった形でですね、そういったご要望にお応えしていくかというのは今後の課題となっています。